しぶりだな。この時を待ってた。あれから俺はこの峠を隅々まで走り込んだ。準備は万端だぞ。小早川、チーム206のプライドにかけても絶対に負けられない戦いなんだぞ。勝とうぜ。分かってんだろうな。ドアに出さねえ。まあ、絶対に勝たなきゃいけないんだよ。
大したもんだ。この小早川でも歯が立たないから。お前の強さの理由は何なんだ。走りから感じたその凄み。ドライビングってやつは洗練されるとそうなるものなのか。